トルク SKT-01 とは、京セラによって開発された、第4世代移動通信システムに対応した、アンドロイド端末である。本製品は米国では2013年3月、日本では翌2014年3月に発売された。基本的には法人向け端末であり、その場合 NTT ドコモとの法人契約となるにも、かかわらずドコモショップでは取り扱っておらず、 大和防情報システム経由での販売となっている。上記の通り法人需要を想定した端末ではあるが、NTT、X ストア等の通販サイトで、個人向けに販売されている。ただしこの場合、利用者が、SIM カードを別途用意する必要がある。京セラの防水、防塵対衝撃仕様の LTE スマホ、トルク、3月下旬に、国内で販売、通信は、 どこものくしインティメディアモバイルハット Q&A 端末購入料金プラントルク SKT01 スマートフォン強セラ購入ご検討の法人のお客様トルクスクドレイジスマートフォン強セラ強セラ交代給制スマートフォントルク NTT ドコモシムフリー米国国防総省軍事企画対応 SKT-01NTTX マイナスストアとてもお買い得に強セラ製。 タフネススマホ、トルク SKT-01 が通販サイトで大幅値下げ3万円を切る価格で購入可能。イティメディアモバイル強セラのタフネススマホ、トルク3月に国内で引く携帯ウォッチ。ありがとうございます。